霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。豊臣秀吉が天下人として登場するドラマとかって、必ず聚楽台っていう建物が登場するわよね。映画にも出てくるぜ。安土桃山時代の最新の建築技術をもって建築され、豊臣秀吉の美意識を集結させたという豪華絢爛な城郭。それが聚楽台だ。熱いわね。聚楽台は謎だらけの建物なんだ。今でも解き明かされていない謎も多いんだぜ。へえ。今回は、時の天皇すら憧れたという天下人の住処、聚楽台の謎について紹介するぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。聚楽台、実は正しい読み方すら解明されていないんだ。そうだったの？そして使う漢字についてもいろいろな説があり、本当はどの字が正しいのかわかっていない。聚楽邸、聚楽城、聚楽屋敷、聚楽邸、聚楽館など、いろいろあるぜ。こんなにあるのね。また逆に聚楽とだけ記した例もある。悩ませるわね。聚楽行幸記という、雍正天皇が聚楽台を訪れた際のことを記録したものがある。そこには聚楽台聚楽邸と表記されるなど、ある意味、バラエティに富んでいる。富みすぎだわ。同じ記録の中にも何種類もあるのね。では、次に読み方だぜ。聚楽邸、聚楽台、聚楽屋敷と、またこれも様々の説がある。こっちもたくさんあるのね。聚楽邸、ってよく聞くけど、この読み方の根拠ってあるのかしら。聚楽邸は太閤記で残されていたんだ。太閤記は、三代将軍家光の時代に活躍した医者、儒学者の小瀬保安が書いたものだ。その中に、わざわざ聚楽邸と振り仮名が付けられていた。じゃあこれで決まりじゃない。しかしこの部分は、聚楽台が取り壊されて、かなり時間が経過した頃に書かれている。つまり、聚楽台が存在していた頃はどう呼ばれていたのかはわからないんだ。そうなのね。他には何かヒントってないのかしら。日本史という、ポルトガルからやってきた宣教師、フロイスが書き残している記録もあるぜ。そこには、秀吉はこの城を聚楽と命名した。それは彼らの言葉で逸楽と歓喜の集合を意味すると記述している。へえ、そんな言葉あったかしら。この聚楽という言葉は、秀吉の造語だと考えられているぜ。秀吉の思いが込められた言葉だったのね。聚楽台、聚楽邸、聚楽城。当時の読み方は、今となっては確かめようがない。しかしその音の響きといい、字の華麗さといい、聚楽台が壮麗で豪華な建物であったことは推測できる。豪華絢爛、って感じは伝わるわね。次は、建物そのものにスポットを当ててみよう。聚楽台の工期が異様に短いことでも有名だ。天正14年1586年2月21日から建築を開始し、翌天正15年1587年9月に完成した。え、次の年に完成したの？現代みたいに重機のない中、よく豪華な建物を1年半で作り上げたわね。ちなみに、聚楽台ってどこにあったの？聚楽台が建てられたのは、応仁文明の乱などの影響で荒廃し内野と呼ばれた。平安京大内裏跡地の北東部分にあたる場所だぜ。平安京の跡地、すごいところにあったのね。ていうか平安京の大内裏の跡地なのに、荒廃してたなんて切ないわね。でもやっぱり次の年に完成するって、スピードがすごすぎない？完成の速さに関しては、聚楽台を早く完成させる必要があったからなんだ。まず、秀吉が聚楽台という建物をどんな目的で作り上げたのかを解説するぜ。目的ねえ。天下人っぽく、豪華な建物を作りたかっただけじゃないの？まさにそうなんだ。彼の思いは天下人の象徴たる城を築き、そこに住むこと。秀吉は誰が見ても天下人の城とわかるものを作り、そこに住むことを求めた。どうして秀吉は天下人の象徴を作りたかったの？秀吉はもともと名字もない農民出身だ。そんな彼が天下人となれたのは、朝廷を後ろ盾とし、公家として最高位である関白の位を授けられたからだ。ちなみに豊臣の姓は天皇から貸しされたものだぜ。天皇からもらった名字だったのね。つまり、秀吉は天皇の臣下として政務を取りつつ大名たちへ目を光らせることが必要だ。ふむふむ。そのために、御所ではなく、城でもない、独自の施設が必要だったんだ。政務を取りつつ住める場所ってことね。それも、武士にも公家にも権威の象徴となるような特別あつらえの施設だ。見た誰もが文句言えないような施設が必要だったのね。実は築城を始めた時期は、まだ九州平定前だった。九州平定って何かしら？九州平定によって九州の有力大名、島津義久や、九州の諸大名たちを降伏させた動きだぜ。つまりまだ、九州をはじめ、秀吉の下についていない勢力は存在し、天下統一は果たされていないんだ。いろんな勢力がいるから、天下統一って本当に大変なのね。しかし、そんな時期だからこそ、秀吉は聚楽台の完成を急がせたのかもしれない。
豪華絢爛にして巨大な建築物をわずか1年半で建てた、ということが秀吉に敵対する大名の耳に入れば、その権威に恐れ、おののくだろう。確かにね、天皇から名字をもらい、関白で、平安京の跡地に巨大建造物を作ってしまう。もう豊臣の天下が決まったも同然よね。聚楽大を通して、間接的に秀吉の権威を天下に知らしめる効果が期待できる。そのくらいの人員も経済力もあるぞっていうことだものね。そうして完成した聚楽大では、二度の天皇の行幸や朝鮮やインド副王の使節を迎え入れるなど、内政、外交の舞台として重要な機能を果たし続けた。現代の迎賓館って感じね。他にも、九州のキリシタン大名の名代としてローマに派遣された。天正憲王少年使節も聚楽大で帰国後の報告をしたぜ。拝謁の場でもあったのね。また、秀吉は聚楽大を中心とした京都の都市計画も進めた。もともと京都の市中には武家屋敷が点在していた。それを再編し、聚楽大を中心に武家屋敷を作り、全国の大名の斎場を住まわせたんだ。政治の中心地に家族を住まわせるなんて、江戸時代みたいね。なんだか町を駅から作り変えていくって感じ。確かに、秀吉が京の都を自分の城下町として造成するようなものだ。ということで聚楽大は、今でいう国会議事堂、首相官邸、迎賓館としての機能を果たしていた。超大事な場所だったのね。外国の重要な人が来るなら、やっぱり豪華な建物だったんでしょうね。秀吉が当時の技術の粋を集めて作っているから当然だぜ。聚楽大の壮麗な姿は、聚楽大図屏風や洛中洛外図などに書かれている。あの金ピカな絵のことね。行われた発掘調査では、金箔が施された瓦が大量に出土した。そのことから、聚楽大の屋根は金箔瓦で覆われていたと考えられているぜ。絵だけじゃなくて、建物自体が本当に金ピカだったのね。金ピカなのは聚楽大だけじゃないぜ。聚楽大の周辺に建てられた秀吉直属大名の屋敷も、すべて金箔瓦が用いられていたらしい。そこまで徹底していたの。大名たちの屋敷は、聚楽大と御所の間を埋め尽くすように建てられていた。想像したら眩しいわ。その辺一体、全部金ってことよね。秀吉にとっての金は、自らの権威と財力を見せつけ、見る者を圧倒するものとして必要なものだったんだろう。秀吉って黄金の茶室を作ったのも有名よね。そうだぜ。そして聚楽大だけでなく、そこの周辺も金色に染め、まさにゴールドシテを作り上げたんだ。見てみたかったわ。しかし、そんな聚楽大も秀吉が完全に破却させてしまったため、現在は石垣や堀跡しか残されていないんだ。秀吉が壊しちゃったの。残念すぎる。建物はすべてなくなってしまったが、名残はちゃんと残っているぜ。そうなの？聚楽大があったと考えられている場所には、聚楽大にまつわる地名として名残が残されているんだ。その地名たちが、幻の城と言われている聚楽大の存在を今に伝えているぜ。どんな地名なの？例えば、京都市中京区には黒門通りと呼ばれている通りがある。この通りの名は、聚楽大の東門である鉄門の別名黒門が由来になっているんだ。この黒門通りは5番の目になっている京都市中の南北に走る通りの一つだぜ。京都って5番の目になってて場所がわかりやすいわよね。行ってみたらすぐわかりそう。黒門は大体どのあたりにあったのかしら。現在の黒門通り下長者町にあったと考えられているぜ。へぇ。この他だと、京都市上京区高台院長も、聚楽大に関わるぜ。ここは、豊臣秀吉の正妻であった北の真所の住む二の丸があったことが町名の由来とされている。高台院って、秀吉の正妻の法名よね。あの町名の由来ってそういうことだったの。また聚楽大には、日暮門と名付けられた門があった。その門のあまりの美しさに、日が暮れるまでずっと眺めてしまうほど豪華な門、という意味なんだ。素敵な名前ね。その門があったことから日暮通りと名付けられた通りもあるぜ。そんな由来聞いたら、誰かに自慢したくなるわ。その門も見てみたかったわ。実は、京都の大徳寺にある唐門は、聚楽大の遺構だとされているんだ。そこには龍、鳳凰、孔雀などの豪華で精巧な彫刻がされている。その豪華な彫刻を見ていると時間を忘れることから、日暮門と言われているんだ。聚楽大と同じ名前の門なのね。遺構だけど、当時を感じられそうだわ。それだけではなく、聚楽大の周辺に戦国大名たちの屋敷が建っていたことを伝える町名も、たくさん残されているぜ。大名たちのお屋敷、かっこいい。例えば、京都市上京区には甲斐の上町という町名がある。これは当時甲斐の上だった黒田長政の屋敷があったことが由来となって名付けられた町名だ。もう町名がかっこいいわね。黒田長政ってどんな人物なの？秀吉の腹心、黒田官兵衛の嫡男だぜ。ああ、あの人。他にも余水町という町は、軍師官兵衛でおなじみの黒田官兵衛の、
屋敷があった場所とされている。如水町はピンときたわ。っていうか、親子で町名の由来になってるなんて素敵ね。また、聚楽台は京都以外にも町づくりに影響を与えているんだ。どういうこと？富山県高岡市にある高岡城とその城下町は、聚楽台やその造成に伴う都市開発を習って、造成されたと考えられているんだぜ。お手本になるくらい、秀吉がいい町づくりをしたのね。でも、どうしてわかったの？高岡城にあったとされる建設物の中に、聚楽台を移転したものであるとか、豊臣秀次邸を移築したものであるという伝説が残されているんだ。聚楽台は秀吉が建築を、秀吉の甥、秀次に譲り、秀次の邸宅となった。秀次邸、というのは秀吉が譲った後の話なんだろう。へえ。他にも高岡の祭りに登場する高岡御車山にも言い伝えが残されている。高岡城のある加賀藩は、前田利家が初代藩主なんだ。有名な武将ね。秀吉は、聚楽台に御用勢天皇と扇町天皇を招いて要綱をしたことがあったんだが、その時に使用された鳳輦の御車が、高岡の祭りに登場する高岡御車山だとされている。すごいやつじゃない。利家が秀吉から貸しされたと伝えられているんだ。高岡にはこういった、聚楽台や豊臣家にまつわる伝説が多く残されているぜ。前田利家くらいになれば、本当に秀吉からもらっててもおかしくないわよね。そして、三州市という加賀藩の歴史書には高岡の町割りは京の町形に習い作られたと、される記述も残っているんだ。ここまで習われたら秀吉も作った甲斐があったわね。本物の聚楽台やその城下町のように金色の瓦で町を飾り立てることはできなかったようだけど。いやもうそれはしょうがないわよ。このように、京都以外からも愛された聚楽台。実際にその目で聚楽台を見ていた大名も、聚楽台が取り壊されるのを惜しむ者も多かっただろう。ちょっとでも残っていてくれたら嬉しかったわ。ところで、どうして完全になくなってしまったの？戦争で焼けちゃったとか？違うんだ。聚楽台は豊臣秀吉の命令で徹底的に破却されて、跡形もなくこの世から姿を消してしまった。完成してから、わずか8年後のことだったぜ。え、作った本人が壊しちゃったの？どうしてなの？この時、聚楽台の主となっていたのは、秀吉ではなかったんだ。秀吉の甥であり養子である、関白の座を継いだ豊臣秀次だった。秀吉は聚楽台に住んでいなかったのね。1591年、秀吉待望の嫡男である鶴松が、享年2歳で病死した。憔悴した豊臣秀吉は、養子、豊臣秀次に聚楽台と関白の位を譲り渡したんだ。どんな人でも、自分の子供を失うって辛いわよね。しかも秀吉って、子供に恵まれなかったんじゃなかったかしら。そうなんだ。鶴松が生まれ、秀吉はようやく子供を授かったと大喜びした。しかし大喜びした分、鶴松の死は秀吉に大きなダメージを与えてしまったんだ。秀吉は嘆き悲しみ、完全に実子を後継ぎにすることを諦めてしまった。ようやく授かった子なら、なおさら辛いわよね。かわいそうに。そして秀吉は実の姉の子、秀次を後継ぎとし、関白の位と聚楽台を譲り、自分は伏見城へと居を移した。ほぼ隠居って感じだわ。秀吉の後を継いだ秀次は、関白でもあり、日本で最も位の高い貴族となったんだ。周囲の人間も、秀次を天下人として扱うようになった。すごい棚ぼた感あるわね。ところが1593年、豊臣秀吉の側室淀殿が男の子を産んだ。秀吉が待ち望んだ実子の誕生だ。これは波乱の予感ね。関白と聚楽台返せとか言われそう。そうなんだ。実子が生まれたとなると、秀吉は、秀次に後を継がせたことを途端に悔やんできた。まあ気持ちわかるわ。やっぱり自分の子が可愛いもの。秀吉は我が子にこそ豊臣の全てを継がせたいと考えるようになった。当然、今の豊臣家の当主として関白の座についている秀次が邪魔になる。秀次はどうなっちゃうの？秀次は暴落な振る舞いが多く、関白にふさわしくない、という人物像を作られ、聚楽台で秀吉に対する謀反を計画したとして、秀吉から切腹を言い渡される。そして、39名もの妻子らも全員斬首となり、家臣の多くもそれに連座した。思ってたよりひどい結末だわ。秀次の首は瓦にさらされ、一族も皆処刑されたこの事件。秀吉はただ、秀次を謀反人として処罰しただけでなく、徹底的に秀次の存在を貶めるためだったのか、それとも秀次という人間の存在を完全に消し去るためだったのか、それは今でもわからない。ちょっと狂気すら感じるわよね。さらに秀吉は亡き秀次を畜生と呼ばせ、その供養すら禁止したんだ。一体二人の間に何があったの？そして、関白の権威の象徴として作り上げた、聚楽台の破却を命じたんだ。どうして壊しちゃったの？秀吉のこだわり満載のお城だったんでしょ。秀次が謀反を企てた場だとして、
その解体工事は執念を感じるほど徹底的に行われたんだ。聚楽台の堀は埋め戻され、基礎に至るまで徹底的に破壊された。なんだか悲しい終わりだったのね。堀があったって言ってたけど、聚楽台って他には何があったの？聚楽台は4周の類堀で囲まれていたようで、行幸御殿、天守御殿、その他の屋敷群が建てられ、茶屋や池、庭園もあったんだ。へえ。しかし、そういった遺構は秀吉によって完全に破却されてしまい、ほとんど現存していないんだ。すでに現代の町が成立しているし、全面的な発掘調査が不可能で詳しいことはわからない。本当に残念よね。御用勢天皇が聚楽台に行幸する様子を書いた、御書三代、聚楽台行幸図屏風という屏風がある。ここには天守が書かれているが、その他に天守の実在を裏付けるような資料は存在していない。絵には描かれているのになんでかしらね。これほど豪華絢爛な建物を作ったのだから、派手好きの秀吉は諸大名を招待しては、徳川家康や弟の豊臣秀長らに聚楽台の中を案内させていたらしい。聚楽台の見学ツアーね。毛利輝元の家臣が残している輝元公上洛日記にも、座敷から台所まで残らず見学したという記述がある。隅々まで見てきたのね。その後見学した大阪城では、関白様の案内で、関白様のコレクションが展示してある天守を見学した、と書き残しているんだ。関白様のコレクション、すごそうね。大阪城の天守のことはしっかり書き記しているが、聚楽台の記録には天守のことは一切書かれていない。聚楽台には天守がなかったってことなのかしら。他には記録がないの？聚楽台に招かれたインド副王使節から聞いたことを宣教師フロイスが記録したものもあるぜ。広間という広間、その内外と上下は言うに及ばず、台所までがその用具や机の置き場に至るまで、ことごとく金が塗られていると書き残されているが、天守についての記述はない。文字の資料だけだと、聚楽台に天守はなかったって感じね。っていうか聚楽台って、建物の中も黄金だったの？本当に黄金好きだったのね。天守の話を続けるぜ。文献の中では天守の存在が見当たらないが、三井記念美術館所蔵の聚楽台図屏風には、天守が書かれているんだ。この屏風は、実際に絵師が聚楽台を見ながら描いた、と伝えられている。天守らしき建物は、その当時確かに存在していたのかもしれない。そんな説もあるのね。面白いわ。でも天守があったとしたら、どうして誰も案内しなかったのかしら。そして誰も記録に残していないのはどうして？実は、聚楽台の絵は他にも色々あるが、想像で天守を描き込んでいる絵もある。天守が実在したかどうかの謎は、ますます深まるばかりなんだ。2012年、京都府警本部宿舎が建設されることになった。その建設予定地で、京都府埋蔵文化財調査研究センターによる発掘調査が行われたんだ。つい最近ね。その調査で、聚楽台本丸の南堀と推定される場所から3、4段に積まれた石垣が、東西約32メートルにわたって発見されたんだ。大発見じゃない。その石垣の中には、幅約 1.5 メートルもの大きさの石も見られたぜ。大きいわね。聚楽台を平地に建てられた城とすれば、本丸の南端中央部には、大手門があったと考えられる。大手門って？大手門というのは、城にとっては正面入り口にあたる場所に作られる門だぜ。正面入り口って南側に位置するのね。そして、この警察本部宿舎予定地から出土した石垣は、大手門へ向かうにつれ、だんだん石が大きくなっていることがわかったんだ。へえ、どうして大きさが変わっていくのかしら。正面入り口の石が大きい方が立派に見えるだろ。大手門を通る際の見栄えを考えて設計されたためと考えられているぜ。なるほどね。この時発見された石垣は、聚楽台の南堀の一部に過ぎないが、その場所は聚楽台の本丸の真正面になる。この位置関係と聚楽台図屏風と比較すると、おおよそ天守があったであろう場所を推測できるぜ。しかし、まだ特定はされていないんだ。なんか夢の膨らむ話だわ。もしも、天守と呼ばれる建物があったとしても、それは安土城や大阪城のような、巨大なものではなかったかもしれない。あのお城たちは、巨大天守のおかげでさ、城って感じよね。いずれにせよ、聚楽台に存在した天守の真の姿は、未だ謎に包まれている。今回は聚楽台の謎について解説したぜ。いろんな謎が詰まっていて面白かったわ。あんなに有名な建物なのに、読み方すらわかってないなんて、そんなことあるのね。近代以前あるあるって感じだぜ。壊されちゃったのが本当にもったいなかったわね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。